スタッドキャストはアメリカ合衆国のメジャーリーグベースボールで導入されているデータ解析ツールでありステレオカメラやレーダーを使用して選手やボールの動きを高速、高精度に分析するためのもの MLB アドバンストメディア社によって開発され2015年に MLB のすべての本拠地球上に導入された軍事技術である追尾レーダーの技術を応用したもので2014年に 試験的に導入され2015年には全面導入された。球場に設置したドップラーレーダー式弾道追尾システムトラックマンと複数の光学光精細カメラによる画像解析システムトラキャブを用いて計測したグラウンド上の選手の動きやボールの位置、方向、速度などのデータをもとにそれらを記録、分析、数値化する MLB 独自のデータ解析ツールである。 瞬時にデータを解析することができ、それにより算出された結果は実況中継放送中にでも画面上にて表示が可能。セイバーマトリクスなどに代表される従来の統計学的なデータ分析では蓄積されたプレイの結果から算出されたデータをもとにチーム編成や新人発掘、あるいは相手選手への対応策の研究といった選手の評価を行うのが主流であった。 しかし、スタッドキャストは、レーダーを利用したトラッキングシステムによって、投球や打撃、走塁、守備といった選手のプレイやボールの動きを、直接的かつ瞬時に測定し数値化したものをデータとして算出するため、セーバーメトリクスとの併用によるより、高度な選手の評価の実現は、もちろんのこと、その分析によって、選手のパフォーマンスや能力そのものの改善にも、 活用することができる。打球速度、打球角度、補給確率、安打確率などを応用することで、打撃、投球の成績をスタッドキャストのデータから機械的に予測することが可能になった。アメリカの野球データサイトのファングラフスでは、成績ランキングのダッシュボード欄にて、ツオバとジーラを表示している。現在主要なものとなっているのは、以下の通り、 エクスパ予測打率、XSLG 予測超打率ズヨバー予測オーバージラ予測防御率スタッドキャストで測定できる項目数は80項目以上に上る。以下各カテゴリにおける代表的な項目を挙げたものである。ありがとうございます。